音程の森です。今日はまだちょっと早いんですけど、3月卒業シーズンなので、卒業式のお母さんをイメージして音程でコーディネートしてみました。どうしても式典って洋服のね、お母さん方フォーマルでちょっと黒っぽいのが多かったりするので、あえてすごい薄い色の、北海道の3月はまだ雪があるので、そういうイメージで、薄い水色の訪問着とお花なんだろうけど、なんとなく雪の結晶みたいな感じ、色あんまりたくさん使わない訪問着ね。で、帯も、こちらはですね、沢谷十兵衛先生の帯でございます。もう白地でね、なんか締めるのがとてももったいない感じしますが、もうどんどん使っていい素敵な帯です。で、色たくさん使わないで、式典なのでね、色も淡いグリーンと、あと帯揚げも白で、ちょっと同系色のブルーグレーの、これちょっとしか見えないんですけど唐草の模様なんですを入れてみました。あとはね、卒業式ということで、一応卒業おめでたいので重ね襟であやつけました。では次は、着物が一緒で重ね襟も一緒で、帯と帯締めと帯揚げ描いてみました。でさっきはね、もう上品な感じの、色も全然使わない感じの組み合わせだったんですけど、紺が入ったりグリーンが入ったり、ちょっと色入れてみました。うちの着付け教室ではね、帯締めなんですけど、結んだ後にこう水引きのように2本目がこう上に上がるで結びをやっていますので、そちらの方の動画もやってますので、ぜひ見てください。1本目の帯も白ですごく品のある感じだったんですけど、こちらはこちらでゴージャスなので、まあ、式典もそうだけど、結婚式に招かれた時なんかもどうでしょうか。参考になれば嬉しいです。以上です。はい、ありがとうございます。